ドミニク・アングル、パオロとフランチェスカを発見するじゃん、ちょっと、オーギストロダン、接吻から、初期タイトルは、フランチェスカ・ダリミニ。フランチェスカ・ダリミニは、ラベンナ領主・グイド・ダ・ポレンタの娘。フランチェスカ・ダ・ポレンタとも呼ばれる。ダンテ・アリニエリの同時大臣であり、ダンテは、新曲地獄編に、彼女を登場させた。グイド・ダ・ポレンタは、マラテシタケとの争いを終わらせるため、娘、 フランチェスカをリミニ領主、ジョバンニ・マラテスタへ嫁がせることとした。ジョバンニは勇猛だが、足が不自由で容姿は醜かった。グイドはフランチェスカがジョバンニを嫌ったことを知り、ジョバンニのハンサムな弟、パオロ・マラテスタを代理人として結婚式を取り行った。フランチェスカとパオロは恋に落ち、フランチェスカは結婚式翌日の朝まで自分が騙されたことに気づかなかった。 ある時、フランチェスカとパオロは、二人で、ランスロットとグイネビア王妃の物語を読んでいるうちに、互いに惹かれ合い、不意にパオロはフランチェスカを抱き寄せた。その直後、二人の密会を、物陰から盗み見ていたジョバンニにより、二人は殺された。フランチェスカとパオロの秘伝は、多くの文学、音楽、美術作品の題材となった。ありがとうございます。